はい、サブション TV です。こんにちは、大志でございます。本日は、山本匠&福田卓、フル回転で目指せ50試合登板でございます。本日ですね、メインチャンネルで、実はこのテーマね、4番から始まってると思うんですけど、1から3番、まあ、主に厳選して話したいトピックは、そっちで話してます。なので、まあ、そっちも見ていただけると、よりいいかなと。助かりますというところでございます。本日はね、まあ、残る5つのトピックもね、話したいので、まあ、そっちはサブチャンで話すかというところで用意しております。はい、本日のテーマ順にね、お話ししていきますので、ゆっくり聞いていってください。まずは4番ですね。安心の初安打、状態を上げろ、スティービーというところでございます。はい、スティーブンソンが本日、まあ、試合、練習試合、紅白戦含めてね、安打が出ていなかったんですけど、1番レフトで出場しまして初安打をマークしました。まあ、ひとまず良かったです。ここ私もずっとねスティービー安打出ないかなと、ちょっと今の時期に状態がすごい上がる必要はないんだけれども、でもちょっと心配だなというふうに思っていたので、まあ、ひとまず良かったなというふうに思っています。まあ若干ね気持ちが先走っていたというところがあったと思うので、ひとまず出て良かったかなって思ってますが、まあねやっぱりゆっくり調整してほしいと。やっぱ今年来てる助っ人陣、まあ、新外国人選手たちがすごい状態が良くて、レイエスも含めて。なので、かなり無理してね、こう調整してる部分もあると思います。特にレイエスは野球漬けだしね、ずっと。まあ、なんで、怪我だけはね、せずに、オープン戦で一回状態落ちてもいいので、シーズンでしっかりと動いてほしいな、働いてほしいなというふうに思いますね。で、まあ、今日一つね、あえて懸念を挙げるとすると、スティーブンソン守ったのがレフトというところでございますね。まあ、もちろんその外野3枠ありますので、オプションの一つとしてレフトも守りたいよねということなら大歓迎なんですけれども、メインポジションとしてレフトだと若干寂しいんですよね。というのも彼は俊足高打堅守というタイプなので、守備力も込みてチームに貢献していくという選手だと思います。なのでセンターで守備市場プラスっていうのを叩き出してくれると、初めてこう市場価値が高い選手かなっていうふうに思いますね。去年はファイターズセンターが弱かったので。でファイターズレフトはね、まあ、松郷はもちろんですけど、守備力低いけど打力が高いっていう選手が調子いい時とかね起用したいので、まあ開けておきたいというか競争させたいんですよね。でその競争にスティーブンソンも入ってしまうと、やっぱその本末転倒っていう部分はあると思いますし、センター磯畑が打てないとやっぱり松郷が無理して守るという形になっちゃうかもしれないので、やっぱスティービーにはセンター守ってほしいなというのが個人的な思いでございます。失礼しました。お次、センター松本剛、今週に万全な姿ということで、逆にセンター守ったね松本剛選手ですが、ヒット1本記録しました。まあ、スティービーと同じくね1本で安心というところなんですけれども、まあ打球はねずっと良かったんで、ファンとしては一切心配ないよというところなんですけれども、まあ、むしろセンター守ったっていうのはね足は万全ということやと思いますので、まあやっぱり安心できる部分かなというふうに思いますね。で一昨年絶好調で首位打者取ってます。で去年は絶不調で2割7分ですという経験をしてきて、まあ、今年は地に足つけて3割は打ってくれるかななんて思ってる選手でございますので、みんなに言えますけど、怪我だけ気をつけて、足の様子だけ気をつけて、もうプレーしていってほしいなというふうに思います。松本剛選手今年こそねこう地に足ついたいい成績になると思います。去年も素晴らしいですけど、お次、今年は中心投手へ、リリーフ福田&山本。ね、今日登板した2人とても安定していたということで、まあ、去年1軍で頭角を現して、ね、1軍でプレーしているので、ファンの信頼も厚い選手なんですけれども、まあ、さらっと結果を出しました。2人とも1回無失点と。で、特に山本選手ですね、まあまあ、その、個人的にね、2006年武田久志が移るんですよ。久志さんって2005年の終盤からとっても良くて中継ぎで台頭して、で2006年フル回転して優勝に貢献するねプレーをした選手なんですけれども、まあ、山本選手もね去年後半からぐっと良くなって防御率も良くて、で今年フル回転するよというふうに自分でも言っていて、で同じくファイターズの優勝に貢献するとね、そういうふうになるんじゃないかななんてちょっと妄想しちゃったりしてますね。しかもコーチにはなんと久志さんと、ね、
これは何かの運命かななんて思いますし、同じくプロ野球の中では低身長なピッチャーというところもある、でも速球派ということがありますので、久志さんからバチッと教えてもらってタイトルまで狙っていきましょうというところでございます。もうどこまで数字を伸ばせるかね、そしてどれだけホールドを詰めるかね、私は楽しみにしております。で、福田選手もね、無失点記録を抱えたまま新しいシーズンというところで、これもね、どこまでいくかっていうのは楽しみですね。実力は折り紙付きということで、もうあえてこう何かでかいね、期待値を語るなんてことをしなくてもね、もう十分すごい成績残してる選手なので、あとは登板数が増えて、でも十分すごい成績だよねと、勝ちパ入るよねというところかなと思います。で、勝ちパというと池田川の、ね、鉄板2枚ファイターズにいますけど、実力でこの2人どこまでホールを奪えるか、もうあえて奪うという表現します、ね、池田選手、川野選手がセットアップでホールを稼ぐと。で、今年のファイターズ強いのでバンバンホールド機会あります。その池田川野のスポットからどこまでホールを奪えるかっていうのが今年は楽しみかな、中継ぎ投手の見どころかなというふうに思ったりします。お次、生田目翼、ここが正念場、一軍に食らいつけるかね。ここまでポジティブな話をメインチャンネル通してしてきたんですけれども、あえて話題にすると、今日唯一失点を喫した中田目選手ね、先発として期待されていて、で、新庄さんも投げるたびに話題に出してます。これ結構珍しくて、もう全選手名前挙げるわけじゃないんですよ、新庄さんって、新庄の新庄で。でも生田目選手に関しては必ず名前が上がると。で、今日の発言でもね、あったんですけど、2軍なら圧倒できるね、だから1軍の選手、そんなすごい選手いないんだから、みんな2軍の選手だと思って投げようよというふうに言ったらしいです、彼本人に。で、これって去年の野村選手にも同じこと言ってるんですね。2軍では圧倒するけど1軍には萎縮しちゃうというところが、多分野手投手の違いあれど持ってるポテンシャルが大きいというところを含めて、生田目選手と野村選手共通点かなと思うので、こうなってくると今年新庄さんが手に塩をかけて覚醒させたい、ね、俺が育てた枠は、もしかしたら生田目選手にしたいのかななんて、ちょっと発言から見て取れるかなと思います。本当ね、生田目選手に関しては文字通りここが勝負どころと、この1ヶ月2ヶ月で野球人生が結構大きく決まると個人的に思っていて、なので私基本的に全選手をね、箱押しと言いますか、活躍したら嬉しい、頑張れっていう風に言うんですけど、生田目選手は特にね、頑張り時やと思いますので、応援にはより力を入れていこうかなという風に思います。オープン戦までが勝負です。オープン戦が勝負です。頑張ってほしいです。はい、ラスト、3戦連続無失策、花開く内野陣、ね、内野陣が締まってます、締まりに締まってます。もちろんノーエラーっていうのは捕手とかもね、含まれるんだけれども、やっぱ清宮の怪我でサードが奪い合いになってる、これがね、より引き締まる原因になってる、理由になってるかなというふうに思いますね。怪我の巧妙というか、功を奏しているような気がしています。もちろん怪我して良かったってわけじゃないよ、清宮がいてくれる方がいいんだけど、でもそれがチームとして悪い方向に行ってないっていうのは、私はポジティブだと思っていて、理由感もとても熾烈だと、本当に熾烈ですね、みんな状態がいいと。で、一塁も安定して守れるというところで、レイエス、なんかすごいなんかね、いいんですよね、彼も上手い、経験ないのに。本当、去年圧倒的にエラーが多かったファイターズ、今年ノーエラーというところで素晴らしいですよね。で、党内連携がね、去年は数字が悪かったというか、投手のエラーが多かったんですけれども、キャッチャーが良くなってきてるのもあって、ピッチャー陣もね、秋季キャンプしっかりと、ファンが入ったエスコンフィールドで練習してましたし、問題ないんじゃないかな。もちろん甘く見ちゃいけないんですけど、そこのエラーってのも減ってくるのかななんて思ったりしてます。これはちょっとプラスに見すぎかもしれないですけど、ただね、どのポジションを見ても若い力が本当に伸びてきてますから、その新庄監督をね、こう褒めたたえるときによく言われるのって、若い選手をね、育成したとかっていうふうに言われるんですけど、これって賛否両論もちろんあると思うんですけど、個人的には
新庄監督も含めたこう首脳陣だったりとか、あとフロント陣のこう計画というか、まあ、3カ年計画だったと思うんですよね。もともとそういう風に言ってたじゃないですか。うん、なので今年なんですよね。今年ちゃんと結果を出したいというところなんですよね。もちろん新庄さん去年優勝するって言ってましたけど、フロントの動き的に今年だろうなと。今年ですよね。補強の力の入れ具合とか見ても、まあ、明らかに今年違うんで、もう今年結果を残してもっともっとね、多くのファンから称賛されてほしいな、新庄監督フロント陣って思ってます。で、私もね、本当日ハムファンみんなで喜びたいですし、やっぱこう日ハムファン同士で決裂とかね、あの宝物とか批判とかっていう声がたくさんあるけど、やっぱり全員で喜びたいなって思います。本当にそれが一番楽しいからね。だから頑張ってほしいなって個人的には思っています。ということでお話ししてまいりました。ぜひともね、皆さんの感想をコメント欄で教えてください。またね、ちょっとフォーマットをいろいろ探っているところなので、まあ、そのオープン戦練習試合通してどういうのがいいのかな、やりやすいのかなというのを探っていきます。ぜひともね、案とか感想とかあったらね、コメント欄で教えていただけるとありがたいです。今後もファイターズに関する動画を出していきますので、ぜひともチャンネル登録をお願いします。ではまた。